ロミオは攻めロミオで、攻めなロミオで、お芝居の感覚として大野さんロミオは受けのロミオ、なので大野さんとお芝居するときはかましていこうって思うし、ゆうたさんとお芝居するときはどんと来いみたいな気持ちでやってます。失礼だったらごめんなさい。なんかゆうたさんとやってるときはなんかこうなんだろうな、わかんないけどお兄さんについてくみたいな感じがしてなんか大野さんとやってるときはなんか弟くんにしよう。わかるわかる。先輩なんで申し訳ないんですけど、なんかなんとなくそういう雰囲気があります。まあその中にもいろんなあの変化があるんですけど、うん、はい。どうですか。